はい、皆さんこんにちは。 SYK 代表の北野です。今回はですね、なぜ弊社 SYK の SNS マーケティング学科の生徒さんは結果が出るのかっていうお話について話をしていきたいなというふうに思います。まあ我々弊社のね、主な事業内容としては、まああのメディア運営であったりとか、プラットフォームの運営であったりとか、まああとはですね、出版であったりとか、また基本的にはまあ教育事業をメインとした、うちはマーケティング会社なので、まあ基本的にそういったまあ集客支援向けのまあサービスっていうのもね、うちはやってるんですけど、そのうちの一つのまあ SNS マーケティング学科っていうまあ、講座っていうのがうちのまあ目玉講座としてありまして、まあそこの結構受講生さん、まあお客さんとしてはやっぱりコーチコンサル型セラピストとかお教室業をしているスクールビジネスとかの事業主の方から、まあ、コンテンツ販売をしている方とか、まあ、あとは店舗事業をされている方とか、まあ、中小企業の経営者の方であったりとか、まあ、あの事業とかクリニックとか、まあ、いろんなねあのクライアントさんがいらっしゃるんですけども、まあ、結局そこではね、まあ、いくか年商で本当に今3000万とか、まあ、1億以上やっぱ狙っていきたいという方も結構多いんですけども、まあ、どういうふうにしてうちのね学科の生産やっぱ結果を出しているのかっていう過程で3つは今日ね結果を出しているポイントっていうのにちょっと気づきがあったので、ちょっとこの動画で、ね、シェアをさせていただこうかなというふうに思います。この動画を見ている方で、まあ、うち弊社 SYK のね、まあ、サービスを、ま、検討されている方であったりとか、あの、SNS マーケティング学科にですね、まあ、あの、ちょっと検討しているよという方もいればですね、まあ、あの、SYK というのは最近初めて知っているというか、いろんな方いらっしゃると思うんですけど、ね、まあ、これからのスクール選びだったりとか、まあ、コンサル選びのね、一つの判断軸になる部分あると思いますので、まあ、ぜひ最後に見ていただきたら嬉しいなというふうに思います。ではですね、早速3つのね、ポイントについて話していこうかなというふうに思うんですけども、まず1つ目、徹底的なサポート体制。まあ、これはですね、どういうことかと言いますと、まあ、うちの場合とかで言うとですね、もうとにかく再現性っていうところにめちゃめちゃこだわってるんですよね。まあ、それこそうちの会社で言えば、まあ、この実践 SNS 業界でナンバーワンと言われるまでに、まあ、結構ね、あの、今までいろんなテストとか下積み時代を、まあ、こう言ってきて、うちの会社もね、やっと、まあ、業界トップレベルって言われるようになりましたけども、その中で僕らのやっぱ強みっていうのが、現場で即使える実践 SNS マーケティングと、まあ、いうことになりまして、実際に SNS とかいろんなマーケティングとかの小難しい話っていうのは、別にそこら辺の本屋さん行ったらいろいろ書いてあるし、誰でも話せるわけですね。だけど、じゃあそれでちゃんと結果が出るのかってなった時に、一人一人自分のね、業種だったらちゃんとどういう風に落とし込めるのかっていう、多くの人は分かった気になって、その議論を落とし込めないんですね、自分の事業に。でもうちの場合っていうのは、それを実際に皆さんの事業にも落とし込めるようにテンプレ化したもの、例えば LINE の配信のテンプレートだったら、うちは24個のテンプレートプラス8テーマにまとめたコンテンツっていうのがうちにあったりするし、またインスタグラムとかその SNS の発信すべてテンプレートが元になってるんですよね。なので、まあ、いわゆる初めて料理を作るような料理であったとしても、そこにクックパッドとかレシピみたいなものがあれば、まあ、簡単にそれ通りやれば作れるよみたいなイメージで、うちはテンプレートをすべて設けてますと。で、そこら辺にやっぱ再現性の高さっていうところと、そのテンプレにかけるその労力とコストと人員っていうのがうちの場合すごいんですよね。まあ、うちの場合は今20名規模の会社になりましたけど、やっぱりみんなマーケッター集団っていうところで、やっぱりそのカリキュラムノウハウコンテンツっていうのは常により生徒さんが結果を出させられるように、常にうちのクライアントが結果を出していけるような、まあ、そういう環境とか仕組み作り、そしてサポート陣もうちのやっぱ実践で現場で実際に SNS を発信をしている、うちのマーケッターが実際に講義を出たりとか、まあ、あとはね、まあ、僕自身も含めてそのサポート陣で、皆さん一緒に引っ張っていくっていう体制ができているということが一つと、まあ、あとやっぱりそのマーケティングのそのノウハウですよね。SNS もやっぱり流行りスタイルがあるので、常にやっぱ最新のその情報、ノウハウっていうのをアップグレードしていかないといけないと。まあ、なった時にうちの場合とかだと、やっぱりですね、その毎月1ヶ月後にやっぱりその最新ノウハウっていうのをどんどんアップグレードをして、そこにやっぱりお金もある程度投下もしてるし、人員も割いてるし、労力もかけてやってるわけですね。で、なんでうちの会社ってこれができるのかって、うちはもう事業伏せっていう形でやってて、まあ、ある程度20名規模のね、会社として、ある程度仕組み化をしているから、まあ、そういうノウハウをアップグレードするためにだけめちゃめちゃ時間を使えるっていうね。まあ、そういう風な仕組みってうちは作ったりもしてるんですけども、まあ、そこは結構うちのマーケティング会社としての一つ強みかなという風に思います。この徹底的な、ま、サポート体制と、ま、いうとこですね。で、結構やっぱその中で講座でもですね、やっぱり2ヶ月目の終わりから3ヶ月目ぐらいでもしっかりと、SNS からのファーストキャッシュで売り上げを掴んでいただいて、そこから30万の契約とか60万の売り上げとか、で、そこからさらに100万、200万、300万超え目指していくっていうところをね、まあ、バックアップをさせていただいてるんですけども、やっぱテンプレがあるから、実際そのLINE の配信だったりとか、その営業もそうですよね。うちの場合も LINE の SNS の使った集客とか、LINE の配信、LINE の自動化、まあ、ステップも教えてますし、営業、セミナー、セールス、もうすべてうちのね、学科でもう完結できるようにしてお伝えしてるんですけども、まあ、そこら辺の再現性が結構効いてるのかなっていうのは一個あるかなというふうに思います。二つ目、業界初のカリキュラム。ということで、これどういうことかっていうとですね、まあ、うちの場合ってですね、まあ、よそとあまりないですね、あの、運用代行っていうのを実はカリキュラム特典につけてもらうんですね。まあ、どういうことかっていうと、普通の場合、例えば半年間とか1年間のスクールだけとか、もしくはコンサルだけっていうところが多いと思うんですけど、うちの場合っていうのは、コンサルティング、いわゆる、ま、実際にグルコンを元にしたグループコンサルティングの授業、そして、実践を伴う質問し放題の実践会。
リアルタイムでの実践会、そしてプラス実務を伴う実際に SNS の運用は僕らが代わりにやりますよっていう運用代行、この3つというのが全てついてるんですね、うちの SNS マーケティング学科で。このマーケティング学科でもですね、実際にこの SNS の運用をですね、まあ我々がさせていただいて、そしてグルコンも受けられる。で、さらにグルコン期で授業で学んだとしてもですね、じゃあ実際にその内容ってのをどういう風にして落とし込んでいけばいいのかってところで、結局やっぱり自分の業種に落とし込めないと意味がないですよね。で、これを例えば皆さんが宿題ですと、じゃあ今日授業でやったことを、宿題に出しますんでやってくださいって言っても、まあやらないわけですよね。これはもうみんなそうですよね。宿題出されてもやらないわけですよ。よほどストイックじゃないと。だからもうその場で実践する授業とも打ち合わせてます。だからうちの場合って、もう週に1回の授業と週に1回の実践会でこれ毎週やってるから、極めて短い時間で3ヶ月か4ヶ月かでもぐるんぐるん PDCA が回されて、いやでも結果出てしまうみたいな。でさらに言うと、この SNS の運用代行も一緒にやりますよっていうので、結構業界初だったりするんですよね。なので最初の例えばインスタグラムの例えば代行を4ヶ月とか半年間、まあこれもうちの SNS マーケティング学科のねコースによってちょっと期間に違いはあるんですけども、まあ半年間とか4ヶ月間お願いをすると、まあそれを我々がさせていただくっていうなると、皆さんはインスタグラムは僕らのやり方をモデリングして半年後はそれをね自分で構築していけばいいので、その間にもう LINE の日々の配信とか日々の講義とか課題とか、まあ、商品設計の強化っていうところに集中していただけるから、まあ、事業主さん経営者の方とかでもですね、まあ、スタッフと一緒に参加する方も結構いるんですけども、まあ、結果を出しやすいと、まあ、いうような状況が整っているっていうところかなというふうに思います。で、やっぱりですね、まあ、ここまで話してきて、まあ、結構うちの学科はね、メインの話にはなっちゃったんですけど、まあ、スクールライブとかコンサルライブのところではですね、やっぱ再現性ってところが一番結構重要になってくるかなと思うので、まあ、本当に自分がね、この人についていきたいとか、ここでぜひ学んでいきたいと思った時には、自分の業種もちゃんと再現できるのかってところはね、ちゃんと見極めていただくっていうのが一個ポイントになってくるかなというふうに思いますね。三つ目、完全審査制。これはですね、うちの学科で言うと、まあまあ、うちのマーケティング学科はですね、もう全部完全審査制でさせていただいてまして、まあ、むしろね、業種によってはうちからお答えさせていただくことっても結構あったりするんですけども、もちろんこの SNS を使ってマーケティングでしっかり成果に直結するマーケティングを実践してお伝えをさせていただくというのは僕らの使命である仕事でもあるんですけども、もちろんですね、これもうちは審査をさせていただいてまして、うちのところに入ってもどうしても結果出させてあげられないっていう業種もやっぱあるわけですよね。僕らも別にスーパーマンではないので、すべての全業種の人を救えるかって言ってやっぱりそうではないです。なので、どうしてもこの業種の人は難しいっていう場合はですね、一度まあ僕らとしても一応コンシェルジュを通してお電話させていただくときの入学相談と学科相談で、ちょっとお答えさせていただくときは、ちょっとうちでは難しいです。申し訳ないですと。まあいうふうに、お答えすることもありますが、ただうちの基本的に審査としては、うちの学科に入ってちゃんと結果を出していけるよっていう見込みがある場合は、うちは OK を出させていただいてますので、まああとは一部の業種ですよね。まあ本当になんていうんですかね、劣悪な商品を売ってるとかっていう極端な場合ですけど、場合じゃない限りは基本的によほどのことがない限り、基本的にそれ以外は審査通るという形になってるんですけども、まあ多いですよね。結構スクールとかでも、いやもうスクール事業やってる人っていうのはそれは儲けたいから、いやもう結果出ますよ、うち来たらもう絶対結果出るんでみたいな感じでグイ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 営業してやってるところで、やっぱ結構今ねあったりするんですね。僕はね、あくまで一教育者として、一コンサルタントとして、やっぱそういうような売り方っていうのは、まあ、皆さんもぜひしないでほしいと思いますし、やっぱり、全員をやっぱ結果出させるスーパーマンってやっぱいないんですよ、この世の中ね。だからこそ、本当に一人のお客さんを大切に、そして、うちで一緒に学んでいって結果を出していけるっていう見込みがある人には僕らは入ってもらいたいと思うし、ちょっとうちでは難しいですっていう業種の場合とかは、まあ、ちょっとお断りをするっていうスタンスをうちは一貫して、取らせていただいてるという形になりますね。最後にね、まあ、うちの場合も一応講座ビジネスも結構メインで展開をしている会社ではあるんですけども、なぜうちはこういう講座、例えば SNS マーケティング学科やってるのかっていうと、最後に一つだけ僕らとしても思いがあって、うちの学科を卒業して、このマーケティングリテラシーの普及っていうのを僕らやっぱりミッションとして一個あるんですよね、うちの会社として。で、それを一つ掲げて、マーケティングができる企業家を育成していくことで、ゆくゆく一緒にタイアップしたりとか、パートナーシップを組んでビジネスを一緒に組んだったりとか、まあ、僕らからお客さんを送客したりとかっていう形で、ゆくゆく一緒にビジネスパートナーとして組んでいって、まあ、法人化していったりとか、まあ、そういうふうな人たちっていうのを増やしていきたいっていう思いがあって、僕らこういう講座ビジネスをやってるんですよね。なので、まあ、全員が全員僕らと組みたいかって言ったらそうではないので、まあ、100ギブして1帰ってきたらいいなぐらいの感じではありますけども、まあ、僕らがなぜこの講座ビジネスをやってるのかっていうのは、実はそういった、まあ、目先のお金ではなくて、長期的なスパンで見た時の、まあ、そういった繁栄と、まあ、いうところを目指してね、僕らはビジネスパートを見つけていくためにこういった講座をやってるっていうね、目的でも一つあります。ただね、まあ、そうは言っても、じゃあ無料で教えればいいんじゃないかって言って、うちもやっぱり人件費とかコストとかノウハウ開発費とか、そのデータ集めるための広告費ってめちゃめちゃやっぱお金を使ってるわけですよ。で、うちも回数促進でやってるんで、固定費もすごいので、まあ、もちろん、うちの学科経費としてはもちろん僕らが与える対価っていうのは入学金としてしっかりといただきますけども、まあ基本的に僕らが講座ビジネスをしている思いとしてはゆくゆくのね
ね、その卒業した後の、まあそういったね、皆さんと一人一人とのつながりっていうところも考慮して、ボルクラはですね、まあこういったエッセンスマーケティング学というのをですね、弊社一同ですね、運営をしておりますので、まあこちらはね、まあぜひ興味があるよっていう人はですね、まあぜひ、LINE の方でですね、まあ学科相談とか、まあぜひお問い合わせいただけたらすごい嬉しいなと思いますし、まあぜひね、うちの学科に少しでも興味持っていただけた方はですね、まあ引き続き、まあこの YouTube チャンネルもですね、ぜひ、これからもどんどんアップしていきますので、まあぜひ高評価ボタン、そしてね、チャンネル登録もぜひしていただけたらすごい嬉しいなというふうに思います。それでね、今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。